ザ・フロンティアようこそ。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、あの今日ご紹介するギターはですね、あの今日本でも、ここ我が国日本でもですね、値段が上がってるんですね。去年からフェンダージャパンです。で、僕ね、あの見た人もいるかな、先週だったかな、あのテレビ見てたら、どこの曲だかちょっと忘れたんですけど、ニューヨークにね、日本の取材クルーが行って、あの向こうさんの外人さんに、あなたの持ってる一番高いものを教えてくださいっていう、そういうなんか番組あったんですよ。で、何気なくうーんって見てたら、ミュージシャンがいて、ギター弾いてる人が、で、じゃあ今日はダメだけど後日いいよって、その方のマンション、アパートに行ったんですね、取材クルーが。そして見せてもらったのがフェンダーの日本製、まあ、つまりフェンダージャパンですよね、ストラトキャスター。それが向こうで当然買ってるんですけど、外国で30万円で買ったっていうんだよね。前から僕も聞いたことあるんですけど、アメリカなんかですとフェンダージャパンとか、まあ、グレコとかね、めちゃくちゃ向こうで評価高くて、めちゃくちゃ値段高かったりしてるんですって。すごいなと思いましたよ、本当に。まあ、そういうわけでね、さっきも冒頭も言いましたけども、あのこの国日本でもフェンダージャパン、ここ最近上がってますよね。で、数がね、うちもね、ノーハズがあんま入ってこないし、もう来てもすぐ売れちゃいますもんね。で、じわじわと値段が上がっている、そんなギターなんです。で、今日ご紹介するギターは、そんな中でも、まあ、正直玉数そんな多くはないと思います。フェンダーのムスタング、年式がね、2007年から2010年製、この年代はダイナ楽器ですね。現在は、フェンダーの日本製メイドインジャパンシリーズを作っているということで有名なダイナ楽器ですよね。あの長野県ですよね、あ、伊那の方だっけ、松本じゃないんだよね、確かね。さあ、そして今日の答えはですね、型、これ当時の型だと MG69 になるのかな。で、実は色が珍しいです。僕さっきね、結構いろいろ調べたんですけど、まあ、あの何本か出てるんですよ、もちろん中古新品も含めて。ナチュラルが出てこないんですよね。最新のやつでフェンダーの、まあ、メイドインジャパンシリーズで、あの似たようなのが誰かのね、ミュージシャンズシリーズで出てるんですけど、全く同じナチュラルでも色合いが違ってましたね。当時のこのナチュラルは中古市場ではなかなかないみたいですね。ということで、まあ、それなりに年数はね、経ってるんですけど、10年ぐらい経ってるのかな、10年ちょっとか経ってると思うんですけども、状態はね、まあまあいいんですよ。あのピックガードの傷が若干あるぐらいで、あの木部に関しては非常に状態がいいので、まずはこちらのカメラでチェックしてください。それでは細かいところ見ていきましょう。ボディ、綺麗、ナチュラルカラー、美しいね、本当綺麗なんですよ。木にあの傷とか濁音ほとんどない、ほとんどがないですね。で、金属パーツも色つやいいです、くすみとかない。で、あのこれカメラで映るかな、この辺若干のピックの傷が、細かいする傷が若干あります。はい、そしてフレットも綺麗です。まあ、残りはそうですね、8割以上は残ってる感じですね。全然そんな使った感じないです。ヘッドも綺麗です。はい、後ろにしてみます。ペグね、ペグも綺麗、木の木目もいい感じですよね。この辺もね、ネックの後ろも非常に綺麗。はい、ボディバッグも全然綺麗、これめちゃくちゃ綺麗なんですよ。もう木目に関しては本当問題ないと思います。本当に非常に状態がいいムスタング。そしてこちらフェンダージャパンの純正のギグバッグがついています。で、これも綺麗ですよね。はい、ということでフェンダージャパン、今ね、どんどん相場が上がっているので、ムスタング探している方、お早めにどうぞ。ねえ、綺麗でしょう。重さ今測りましたらね、 3.1kg、 軽いですよね。さあ、それでは早速サウンドチェックです。で、まあ、マニアの方はね、ご存知だと思うんですけど、このムスタングってこのピックアップのスイッチが特徴がありまして、どういうことか、まずゆっくり、カメラさん、ここちょっとアップできます？ズームしてください、この辺ね。じゃあまず、それぞれのフロントピックアップのスイッチ、リアピックアップのスイッチがついてるんです。そして
ボリュームトーンなんですね。じゃあボリューム上げてみます。で、どっちもこのスイッチね、真ん中にすると出ません。ここでオフ、ね、で、じゃあフロントから行くよ。こっちでオンでね、真ん中かオフでどっちもオンなんですよ。要するにどっちもオンなんです。同じ音です。じゃあまずオフにします。で、こっちリアもこっちでもオン、こっちでも同じ音です。何が違うのかね、フェーズアウトができるんです。どういうことか、まずこっちフロントにしてリアを同じ方向の方でオンすると普通のミックスね、こっちの普通のフロントとリアのミックスです。今の音をフロントだけでやるとリアだけでやると、さあじゃあフェーズアウトはどうするか、こっちを今オンにしてますよね。同じ方向だとミックスでしたよね。逆にするの、逆イーソーをやるとこうなります。ほらコロコロっとした、こっちでもそうだね。こっちオンにしてこっちの位置でやるとフェーズアウト、いや逆にそう、これね弦上げると分かりやすい。ほらただのミックスだいぶ違いますよね。ちょっと弦12時まで上げますね。でもう一回これで普通のフロントの音ね、フロントの音ちょっとボリュームフロントだけで、ミックスで逆位相、リアだけミックスがいい音しますよね。この感じ、ね、めっちゃいい音します。本当にね、ムスタングって独特の音ですよね。まあ本当に好きな人にはたまらない。そして独特のこのアーム、柔らかいこのね感じみたいなね、いいと思います。さあ早速今日はお値段いってみたいと思います。こちらにカンニングペーパーを用意してましたけどね。今そういうわけでね、この、ムスタング、このナチュラルカラーフェンダージャパン、なかなか高いことになっていますが、当店ではこちらがですね、先ほどの純正のギグバッグがつきまして、お値段はなんと59,800円税込みです。ナチュラルカラー、レアカラーでこのお値段は安いと思います。お電話、メールお待ちしております。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。本日のギター紹介動画いかがだったでしょうか。最近とても寒くなってきましたよね。もう冬みたいな寒さですので、皆さんお体に気をつけてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。風邪ひかないでください。